瀬太鼓は相撲協会の前身で、相撲会所というところで何か相談事が起きますと、親方衆や関取衆を呼び寄せるために打たれた太鼓でございます。またこの太鼓は別名を清めの太鼓と申しまして、相撲の始まる前の日に土俵を清めるという意味で打たれた太鼓でございます。それでは寄せ太鼓、一番太鼓の打たれる頃の情景を読んだものと思われます。また昔地方巡業に参りますと、この一番太鼓を合図に下の方のお相撲さんの稽古が始まりましたが、現在は朝の8時から30分間打たれております。それでは一番太鼓を、それでは羽田行こう。